体験談を聞いてほしいと思います。じゃあヒロ前の方に出てきて、短くよろしくお願いします。こんにちは、徳島から来ました。徳島って分かりますか？四国、四国の徳島です。阿波踊り。すいません、ちょっと裸に関しての話でもあります。俺、十数年ぶりに、ちょっと証をやらせてもらうんで、ちょっと緊張してますけど、日本の本当に約17歳からその世界に入って、7、8年前に、畑の世界、まあ、組を解散して、まあ、こうやって朝の兄貴と呼ぶんですけど、はい、朝の兄貴と一緒に水田講師を手伝わせてもらってます。俺ちょっと喋りが下手くそなんで、ちょっと何を喋ってるか分かんないんですけど、なんでイエス様と出会えたか簡単にちょっと説明させてもらいます。ヤクザやってる時に、まあ、選挙の牧師さんでアメリカから来てた蘭先生って言われたんですけど、その先生とたまたま出会うことが、まあ、俺もちょっと病んでて、まあ、俺サンド死にかけたことがあるんですけど、まあ、やっぱりやったんで、まあ、切った走ったの世界ですから、ここにも、まあ、刺されてるとか、まあ、もう家住みのほとんど見えないんですけど、まあ、そういう世界をやってきて、でもそういうふうなところで疲れた時に覚醒剤に出会った。もちろん覚醒剤を使うことで、まあ、自分も逃げられて、それと金にもなるんですよ、ね。覚醒剤を10年ぐらいやってます。で、まあそんなことで、まあ、何て言うんですか、喧嘩をやって、人を傷つけて、ぶち込まれたりとか、あと覚醒剤捕まってぶち込まれたりとか、氷菓子やってぶち込まれたりとか、何度も何度も繰り返しながら。でもその時に、その前に、アーサーの兄貴と出会ったんですよね。出会ってて、洗礼まで受けてたんですよ。で、洗礼受けた時に俺は、よし、じゃあ、イエスを信じて、クリスチャンになるぞと思って、ここにもです。十字架を掘ったんですよ。はい、でも、そうやって思いながらでも、なかなか人の本質って変わらなくて、やっぱり、神は信じたと思いながら、やっぱり楽な方に逃げちゃう。自分がいて。やっぱり、十字架入れたのに、イエスを信じてるのに、兄貴がいるのに、やっぱり覚醒剤やる。また人を傷つける。もうそれを繰り返して、でも多分こんな人間だから兄貴はもう俺のことを見捨てるだろうと、ジーザスは、まあ、イエスも愛してくれないだろうと自分で勝手に思っちゃう。でも俺がぶち込まれて出てきたたびに兄貴はわざわざ徳島までハーレーに乗って俺にも迎えに来てくれるんですよ。ヒロお帰りでハグして抱っこしてもらってぐっと抱きしめられるんですよ。何度もですよ。何度もの人が俺そんなにするんだよ。何言う、何で、何でこんな俺みたいなことずっと思ってました。はい。で、そうやってやりながら俺ヤクザの世界からなかなか抜け出せなかったっていうか、まあ自分が組を構えて、まあやってたんだね、若い者のこともあったんで。でも今から7、8年前にも組を解散して、身軽になって、でも自分の言い訳でなかなかその、やっぱり強さを愛してくれる。もっともっと話すの長い話で、本当に聖書を買ったんですけど、聖書をもらったんですけど、読む機会があって、初めて読んだのがその留置所の中で時間があったんですけど、でもさて読みながらも、ジーザスの存在しながらでも、なかなか踏み切れなかった自分が、楽な方に逃げちゃう。でもここ1、2年の間に、何かそれがこう、ぐわーっと自分の中で解決始まって。今こうやって最初は九州かな、もう毎日じゃないですけど、自分の仕事もあったりとか、今四国の徳島で自動車修理で販売とかやってますけど、はい、時間を自分で作って、とにかく兄貴のもとへ行って一緒に十字架を担いで、やっぱりイエス様の愛を感じて、それをまた自分が感じたことを地元に帰ったり、俺 TikTok 今やってるんですけど、 TikTok で配信して、もうヒロでこう検索してくれたらバーンって出てきますんで、兄貴が出たって俺が出てジーザスを伝えてますんで、またよかったら TikTok 見てください。本当に、何を喋っていいか分かんないんで、もっともっと喋りたいことあるんですけど、後で使えれますんで、今日はこの辺で
あの語らずして語る。俺の体見てもらったら分かるように。もう全身ゲスミだらけ。指もありません。はい、こんなヒロでしたけど、これからもまたよろしくお願いします。そしてこうやって北の地、北海道まで来れて、初めて生まれて初めてなんですよね、北海道に来たのは。で、この地でこうやって証しをさせてもらったことに対して、本当にジェスさんの導きがあったので感謝しています。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お父さんの